はい、中本白書のワンポイントレッスンです。今回はですね、ひらがなのこの和っていうですね、この和っていう字の美しい書き方について解説をしていきます。和っていう字はですね、皆さんの、書いてる和をよく拝見しますと、こういうふうに書いてる人結構いらっしゃいますね。こう気持ちはわかりますね。ここにこう高さを揃えてる、あるいはですね、無造作にこうしてこっちへ同じぐらい出して、こういう輪を描いてる人いますね。これもここを結構高くしてるんですね。この辺の配慮がない。輪っていう字はですね、こちらを長く、こちら短く、そしてここに間を取るように、あまり高くわけない、こう来て、こう、こう来て、ここからですね、軽いひらがな2を書くぐらいの感じ。で、スーッと抜いたのが、ちょうどここに揃うぐらい。これが美しい和になります。はい、もう一度書きます。こう来て、こう、こう。こんな感じですね。これが和の美しい書き方です。では、和っていう字はですね、なんていう漢字からできているかなんですけども、和はですね、こちらの平和の和って字なんですね。のぎへんに口出す、この字からできてるんですね。この口の部分はですね、崩すとこう書きますけど、もっと崩しますとこうなるんですね。で、こののぎへんを分解しますと、こうやって崩すとこうして縦書いてこうして、これがのぎへんですね。そしてこの口を書きます。これが漢字の和って字。もう一度書きますね。こう切って、こう切って、こう切って、これで分かりたいと思うんです。和って字は今日の和はこう書いてますね。これは口の部分ですから分かりますよね。平和の和って字の漢字、こうは書かないですね。こんな、ここ高さ揃えて書かないですよ。和は、この辺に書きますから、ここは空いてますね。ですから、これがひらがなになった時に、こう、こういう書くのが美しいわけですね。以上、今日はですね、ひらがなの和の美しい書き方と、元になる漢字の紹介をいたしました。これで中本白書のワンポイントレッスン終わります。